え、起きてない起きてない、 めっちゃ薄めで見られてるけど、起きとるやん。いやー、眠ってねえじゃねえかよ。さあ来てしまった。これがジュエルビースト戦やっていきましょう。はい、皆さんこんにちは、シスエースというわけで、勝てるのかこれは。どうするか。前回戦った時はな、瞬殺されたんだよね。一応ステータスダウン系を入れていく鉄板構成で、でここをどうしようか、火の鳥打つか。ダメージは火の鳥が一番でかい気がする。で脳も削ってインスト下げて、でガラハドさんも骨砕いてもらい、でシルバーさんか、シルバーセルバー貼るか、セルバー貼ってみよう。ウォーターガンいくつくらい耐えてるんじゃない、耐えてるね。3回行動死ぬね。4回行動ちょっと待って、おかしいね、死ぬね。これ一発落ちたりしないかな、当たらんし、ちょっと待って当たらんし。スカッシュ、石突きで刺すのではなく潰すように敵を撃ち抜く大技、素早く行動できる。スカッシュってさ、なんかスポーツあるよね。そんなこと言ってる場合じゃねえって、壊滅じゃねえかこれは。ジュエルブラスター、おーバーキル、何今の、なんかよくわかんねえのが出たけど、勝てる気がしねえ。よし、まず恥を捨てよう。恥を捨ててグレーを下げよう。でこっからだよ、こっから。さあどうするべきか。ジュエルブラスターが来たらマジ終わる気がする。リバイバーかけるしかないってことよね、多分ね。リバイバーをみんなに貼っていく。じゃセルバー貼ってから、うーなに、マルチプレックサイ、耐えてる。当たらん、まず攻撃当たらん、気持ち悪い。劣化の炎であったな、こんなの。骨砕きも入らん。火の鳥当たらんし、何、え、術無効とかあんのこれ。待て、モグラ叩きされて、ちょっとこれは勝てる未来が見えんな。いやー、ダメだ。さすがに準備ができてない。ちょ、これは本気で準備してこよう。とりあえず、メルビルのウコムの神殿で時間凍結を買います。ちょっとね、ここだけは調べました。で何をするのかというと、火の術のリバイバーをベースにして、で時間凍結と、サイブラですね、サイブラをベースにするとかなり BP が減るので、これで BP コストゼロ。 BP コストゼロか。 LP が一応黄色1強い。これでリバイバー打ち放題になったんで、パト様でもう、パト様はリバイバーしか打たない。であとはそうだ、リバイバー役としてな、シルバーにね、覚えさせておけばよかったんですけど、もうフラーマ会えないんですよね、しばらく。あのコンスタンツクリアしてしまったので。くっそー、防具整えたいけどお金足りないね。2万金しかないから、フィールドアーマー1着か。どうしようかな、前回買ったフィールドアーマーが1個、これを術法防御に寄せたとして、フィールドアーマー2着か。どっかでお金稼ぎできないかな。
ょっとね調べてみたんですけども、敵を倒さずにお金が稼げる手段って結構限られてるみたいで、で今のところ一番いいかなと思ってるのが鉱石発掘、トマエ火山で鉱石するのがいいよって書いてあったんで、ちょっとそれを試してみようかなと思います。で鉱石採掘レベル2はさすがに低いので、あーそうか忘れてた、海賊シルバーマップアビリティないじゃん買っといてあげるかこの機会に。とりあえずね採掘技能をじゃあ4まで上げますか。またジュエルはね別途稼ぐとして稼がなきゃいけないことたくさんありますね。エレクトラム純金、来た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 、自然銀、排石、排石、おおおなんだ、受精結晶、受精結晶、純金、オッケー、んー白鉄鋼か、アビスクリスタル、排石、そうかここで精霊児ですね。でこれらを売ると純金はまず売っていいよね。とりあえずなんか1個ずつは取っておこうかな。よし、そして2周目、よし、これがね2周目の成果ですね。デッドストーンから純金まで、まあ純金2個取れてるからまあまあですかね。あー芯が出てるし、あれ今もしかして採掘の間に芯が出ちゃった。一応ね敵は逃げてたんですけどね、あの狭い道が多くてちょっとエンカウントしてしまうこともあったんですが、その場合は必ず逃げてたので多分大丈夫だとは思うんだけど、術合成の秘密が出てるか。やだな、すげえこの後頑張ってさお金稼いで、で準備万端だって言ったらジュエルビーストいなくてウエストエンド壊滅してるとか大丈夫だとは思うけど逃げてるから、まあ、なるべく戦闘しないようにしていくか。というわけでじゃあこの後とにかくお金をめっちゃ稼げるまでひたすらやり続けます。衝撃の事実が発覚しました。3周目鉱石ゼロです。これね多分ね次元式なんだ、だから1回取っちゃうとしばらく復活しないんだよ。というわけでお金稼ぎには使えないですね。いや全く使えないってことはないんですけど、まあ、こまめにこまめに来るしかないのかな。とりあえずね不要品をすべて売って3万5000までは貯めたけど、いやーフィールドアーマーまだまだ足りないっすよね、全員分揃えようと思ったら。ということでちょっとねジェルトンまで来たんで恐竜の卵を探していこうかなと思います。恐竜の卵っていうのはなんか次元、これも次元式でね、復活するらしいので、うわーないわー。そうか、ここにないってことは多分、440戦以上しちゃってる戦闘回数ね440以下だとここにあるはずなんですよ。一応出現ポイントっていうのが6箇所あるのかな、それ全部回ったんですけどねどこにもなかったですね。マジかー、お金稼ぐのいや大変だわ。え、嘘、いないし、いやいや戦闘してないって、なんで、いや本当に戦闘してないはずに。逃げた場合って加算されないよね進行度。ということはつまりあれか、この1個前の前哨戦のところで実は進行度が溜まってて、で全滅して戻った時に時間経過ポイントを通ったのか、で進んだのか。うわそんなギリギリだったのか。えこれどうなってんの、えウエストエンド大丈夫だった気がするけど、こっから行ったってこと、え追いかけてみようか。うわやっちゃったか、やっちゃったのか、えいるのかな、どういうこと？外出た。
ジュエルビーストどこにもいない。ウエストエンドもヤシもサボキも一応無事だった。一体彼はいずこへ。そうか、お金稼ぎまでして頑張ったんだけどな。くそじゃあね、このあたり最深部のところで、倒すのは、まあ、3周目か4周目あたりで、おまけ動画としてね、いつか作りたいなというふうに思いますしまったな、これ絶対ウエストエンド崩壊するじゃん。まあね、前向きに捉えよう。前向きにミンサガはやっぱ周回してこそのゲームだからね、まだ2周目ということで、2周目でね全部やりきっちゃったら、面白みないですもんね。3周目4周目、そして5周目とかね、そういうの重ねていくことを考えると、今ここで逃したっていうのは、悪くなかったというふうに捉えましょうか。ということで、じゃあ次何やっていくかなんですけども、じゃあ魔の島にしようか。多分まだ間に合うと思うんだけど、これもね急がなきゃいけないイベントで、さあ来ましたねまがまがしい魔の島、ここにねウェイクビンさんがいるんですよ。さあ来た、愛しのウェイクビン様。この時計の音、なんだお前は、どうやってここまで来た。めっちゃかっこいいよな。50年前、お前が捕まえた船を覚えているか。ただ一人の生き残りがここへ連れてきてくれた。ほう、そういうことか。あの時船員たちがこの島へたどり着けるように嵐を解除する魔法をかけてやったのだ。50年経ってもまだ有効だったとは、わしの魔力も大したものだな。そこの年寄りがあの時逃げた男か。まだ生きておったとは結構結構だが、お前の仲間も生きておるぞ、そこにな。どっちくしょうなんだよな。私だけが年を取ったのか。その通りだ。わしは長い間不老不死の術を研究してきた。50年前ついにその術が完成した。実験台としてあの船の連中を島に呼び寄せ、術の試し打ちをさせてもらった。それ以来そいつらは老いも死にもせず生き続けておる。心地よく眠ったままな。なんという失敗だ。ある意味成功してるだけに余計に腹立たしい。おい、彼らを目覚めさせる方法はないのか。あるぞ。殺せばよいのだ。死の瞬間、その一瞬だけ目を覚ますぞ。お前はディスティニーストーンについて何か知っているか。お前はディスティニーストーンが欲しいのか。サルーインの手下のようには見えぬな。ではお前がサルーインと戦うのか。だが渡さんぞ。魔のエメラルドはわしの研究には欠かせぬものだ。エロールの手下にもサルーインの手下にも渡しはせん。おっす、来ましたね。魔のエメラルド、奪う力がお前にあるかな。間に合っていたようだ。さあウェイクビン戦やっていきましょうか。そしてね、肉の盾と肉の壁がいるんですよね。こいつらは不老不死の術とは関係ないのだろうか。一応動いてはいるもんね。どうなんだろう。船員たちのが失敗でこっちが成功作という可能性もなきにしもあらずというところか。というわけで、さあ今回こちらめっちゃ強いですからね。あ、そうか、 BP0 リバイバーのままか
じゃあせっかくだから BP0 リバイバーを撒いていくことにしましょうか。さあ先制火の鳥、これで手前が落ちれば美味しい。あー残ったか、ちょっといいですの盾張られて、よし。でも連携しなかったからいいね。ウェイクビンに攻撃が入りますね。手前の2体がいるとウェイクビン殴れないんですよね。手前の2人がいないときは攻めに回ると。シールド、くっそー、結構守られんな。うわーマジか。イージスの盾剥がしたいけど、あ、しまった。行動順指定で先に火の鳥が来るようにすればよかった。しまったなー、これはミスった。結構強いんじゃないか、もしかして。やべえ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 、火の鳥で、とりあえず癒しの水で回復、三段突き、相手も癒しの水して、いやこいつなぁ、マジクソ野郎だからなぁ、手加減はしない、本気でぶっ潰す。ただちょっとあれだね、炎の、あ、火の鳥か、火の鳥の使い方をちょっとうまくやろう。まずちょっと BP 貯めて、で火の鳥で手前を落としてから後ろを殴れるような行動順指定でやっていきましょうか。やべ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 、え、嘘でしょ嘘でしょ嘘でしょ、行動順指定でまず火の鳥を撃ち、でその後から近接攻撃を入れていく。いて、よし生きてる、大丈夫大丈夫、火の鳥で落ちろ。一体残ってるか、毎回一体残るな。一体これを落とし、でこっからだ、いい連携、そして後ろを狙う。そしてちょっと回復しつつ本体を削っていく。復活する、ちょっと待って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 、すげえなマジか。パト様火の鳥入れて、よし回復してるからショックウェーブ耐える、オッケー、ナイスディフェンス。で、パト様火の鳥起点。おお、2体残ってる。パト様弱えな。落ちる、落ちる、後ろ殴れん。一回殴ったか。シールド。でな、ここで攻めたいんだけど、ここ攻めると次のショックウェーブで全滅する可能性があるから、回復するしかないんだよね。うわー。クッソ、自利品っぽいけど、まあちょっとずつは削れてる。あ、ディフェンダーがプラス1になってる。つまりこれは適材が馴染んだということではないか。おお、新たな適材つけるか。エスパードロペラもね、プラ1になってるね、気づいたら。はい、やるさ。わ、マジで言ってんの、やべえ。ちょっと待てちょっと待て、電力回復、あぶねえ、癒ししてくれた、あぶねえあぶねえあぶねえ、ショックウェーブで全滅する全滅する。くっそ、合成火の鳥を外してしまってるのが超痛え。うーわマジか、結構やべえ。なんでだなんでだ、こんなやつに。
よし、とりあえず一体落としていい自身の盾張り直し。この状態でちょっと回復してえな。立て直したい。死んじゃったからね、 BP が戻って火の鳥撃てなくなっちゃいましたね。はやぶさ入れて落ちるよね。 OK、 よしよし、なんとか立て直った。攻める、はやぶさ。やめてクラック、やめてやめてやめて。十字切り。火の鳥で音、いや LP が結構やばいかもしれない。で回復回復回復。手前落とし、くっそなんだあのイージスの盾ってやつは、ずるいだろう。さあ攻める、はやぶさ開始からショックウェーブは大丈夫。十字連携しね、このつなぎ微妙か、単体は強いんだけど。くっそー、さすがウェイクリン様。よし出れた、ナイス、生きろ生きてくれ、ナイス。さすがシルバー、かっこいいなシルバー、マジで。やめてシルバーさん狙わないで。よし火の鳥が入って、シルバーのエスパードロペラの通常攻撃で手前を落とし、でこっからだな、こっから十字切りのは意外と連携しないんだけど、まあ単体強いから。こっからウェイクビンに総攻撃、ナイス連携、投入先はつながるか、これいいな、オッケー、危なかった。いやーなかなかタフだったな。さすが不死身ハープ、微妙。あーこいつもなんかさ、レア武器みたいになるのかね。とりあえずドラゴンがいいレア武器を落とすっていうのは知ってるんだけど。魔のエメラルド、しばしお前に預けておくわすまんな、サルイに渡すわやった、エメラルドゲットですね。エメラルドは頭装備ですね。で地味に途中で精霊石の、杖、これゲットできたの大きいね。武器欄に装備できる防具ということで、炎、霊気、雷、エネルギーに強い。あとは途中の宝箱がとにかく2000金2000金2000金って言ってめっちゃお金貯まったジュエルビーストがいないのが残念だわ。あ、白鉄鋼なのか。ちょっと待って待って待って、これさ、スキアボーナも白鉄鋼じゃん。エスパーダロペラも白鉄鋼なんだよねさっきダブってて売っちゃった、しまったな。1個取っときゃよかった、っていうか1個は取ってあったんだけど2個取っときゃよかった。1個買ってくるかわあ襲われてるですよね、ゴールドマインさんね、今ねゴールドドラゴン出てるんですよね。あーしかも売り切れとるし、ちょっと待って、アルツールも売り切れたからどうしようかな。仕方ない。そしたらエスパーダロペラだけとりあえず改造しようか。39から46かなり強くなるけど強度補正が相当落ちるのか。だからこれを白鉄鋼で強化した後、これだな、武器強度強化で、攻撃力かなり落ちるけどもう一個くらい、このくらいまで上げて、強度補正一応ゼロにしてあげましょうか。でディフェンダーの方の白鉄鋼は次回ゴールドマイン襲撃、そのクエストやりましょう。で途中できっと掘れると思うので白鉄鋼で、それで、強化するような形でいきましょうか。グレーのことプラゴはまだか、
まあね、このあたりは結構多分100体、200体くらい攻撃しなきゃいけないと思うんでね、まだまだかもしれませんね。というわけで今回はここまでにしましょう。皆さんどうもご視聴いただきありがとうございました。 YouTube でご視聴の皆様、チャンネル登録といいねをお願いいたします。ニコニコ動画でご視聴の皆様、お気に入り登録とブロマガの方でコメレッスンをしていますので、そちらもご覧ください。